奄美群島勝手にガイド、徳之島を旅してみましょう。徳之島へ行くならおすすめはメガネ岩の幸せのハート岩です。目的のハート岩は印の城蓋にあります。印の城蓋は天城町にあり、空港からもおよそ6キロ、車では15分程度で行くことができます。ここは広い駐車場があります。そこにはトイレも設置されています。さらには体の不自由な方のためのトイレも設置されています。徳之島の観光地にはこうしたトイレが多く見られます。徳之島の意識の高さがうかがい知れます。そして駐車場の目の前には展望塔が設置されていますが、自動販売機はありません。さて印の城蓋ですが、ここは断崖になっていて、そこに荒波が押し寄せることで岩などが浸食されて奇妙な形の岩が形成されています。ここで観光スポットとなっているのがメガネ岩です。しかしこのメガネ岩が初めてこの場所を訪れた観光客には直感的にたどり着けない状況になっています。さらにメガネ岩への案内板がないために、ますますその傾向は強くなっています。メガネ岩に行くには展望塔に向かって右側に遊歩道がありますので、この道を下っていきましょう。まず看板が出ていますので案内に従って遊歩道を進みますが、この先には案内板は出ていません。遊歩道を進んでいくとやがて階段に変わります。さらに進んでいくと階段が途切れるあたりに左に行く道がありますが、一旦ここは無視して進んでいきます。さらにそのまままっすぐ降りていきましょう。そしてたどり着いた先は荒波が押し寄せる広い岩場があります。これらの崖は100万年以上前に形成されたと言われています。そして波や風、雨などが岩をいろいろな形に変えていきました。それは現在も続いています。何十年何百年後にはこの景色もまた変わっていくかもしれません。さてお目当てのメガネ岩ですが、案内通りに降りてきたのに見当たりません。実はこの整備された遊歩道の終点の手前にある右側の大きな岩の間にメガネ岩があります。しかしご覧のように案内板は出ていませんので、注意してください。そしてこのメガネ岩を抜けたところにハート岩があるのです。メガネ岩とは岩場を覗いた時の形がメガネのように見えるところからその名が付けられたということです。2つの穴の右側を通り抜けていきましょう。そして穴を出たその時にそこで一旦立ち止まってください。そしてそのまま足元を見てみましょう。その足元にハート岩があるはずです。これがハート岩です。この写真を撮影してその他の徳之島にある幸せの3つのハートとともに持ち歩きましょう。これだけで心は満たされて幸せな気分になれるはずです。さてこの印の城蓋は他にも見どころがたくさんあります。
展望塔の左側にも海岸へ降りる遊歩道があります。この遊歩道を降りると海岸へたどり着きます。左前方にはおよそ300メートル歩いたところに奇岩岩が並んでいます。これらはキノコが生えているように見えることからキノコ岩と呼ばれています。これらの岩は全部で4つありますが、大きさなどがまちまちで、近くで見るとかなりの見応えがあります。その他にも遊歩道を降りて右側へ行くと、天井に大きな穴が開いた不思議な岩場があります。どうやって形成されたのでしょうか。観光地としては見どころ満載の因城ふた。徳之島へ行ったら絶対に外さないようにしましょう。